はい、いつもご連絡ありがとうございます。ミスターマイヤミさん、はい、速化塾の久保でございます、えー、今回ですね、いろんなテーマをね、動画の中に詰めていただきましたので、順番にお答えしていこうかと思います。ま,あ、まずはですね、まあ、ダイエットについてなんですけども、実は何を隠そう、私、ミスターマイアミさんと出会って、この2ヶ月間ですね、5キロをちょっと痩せてるんですよ。 まあ全然わからないかなというところもありますけどもこうやって毎日動画で見てるとね、えー、多分わからないと思うんですけども私もね見比べてみるとああやっぱり痩せたなと思うんですよで、えー、特に激しい運動をしたのかどうかっていうとそうではなくて食事制限も特にしておりませんただ私のね食生活っていうのは基本的には炭水化物をほとんど取らないようにしてるんですよといってもねちょっとは取るんですよ朝と昼ぐらいには取りますし私カップラーメンとかも食べてますしねやっぱ朝とお昼っていうのはあんまり気にせずにやってるかなと思うんですけどもやっぱり中心的に食べてるのがタンパク質 なんですよね。えー、まあ質のいい赤身の牛肉とかねそれから鶏肉とかああいったタンパク質卵とか。 あそういったものをよく摂りますねそれからヨーグルトも好きなんでヨーグルトも質のいいのを選んで食べるようにしてますそうするとまあ,あの満腹感はあるんですけどもいわゆる筋肉になったりね、えー、繊維質になったりするものはあるんですけどもいわゆる脂肪になるものがないということですねで炭水化物っていうのは基本的に脂肪になりやすいのとただ炭水化物全く取らないと良くないのは炭水化物は、ね、脳に入ってアミノ酸になるんですよねだから脳の細胞を作ると言われてるんですよそういうふうな科学的見地から私はあの ご飯を、ね、あのお茶碗に入れて食べるってこともないですしパンをバクバク食べることもなくってあのどちらかというと、まあ、野菜をたくさん食べたりとかねお豆腐を食べたりとかあ納豆とかねそのタンパク質をたくさん食べて満腹になるっていうふうにしてますね。特にに大好きななのはお肉肉んですけどもお肉食べる時に あのタレをつけるとねそのタレに糖質が入っていたりとかねカロリーがー固まっていたりするんで私は基本的にその調味料っていうのは全くつけないですね野菜も何もつけずに食べたりとかまあ唯一使う調味料っていうのは塩とかね塩もちょっとこう高いやつですよね、えー、塩とかまあこぐらいですかねまあお肉も。 ほとんど何もつけないんですけどもたまに胡椒、ブラックペッパー振ったりするぐらいかなというところでございます要するに素材の味が美味しければそして素材の味が分かるようになったら特に調味料がいらないのかなっていうふうに感じてるんですよ。まあ、そうすることによって、まあ、満腹になりつつ全く食事制限もせずにしかも美味しくね自分の好きなものを食べて。 で、まあ、太りにくいいい体が作れるとととうことかなと思います、まあ、それで私前回ね、ここを怪我して1週間ぐらいになるんですけども、通常1ヶ月ぐらいかかるそうなんですよ。あの治療、治療っていうか治るのに、この脱臼っていうのは。私は3日目ぐらいでもうすでにギブスも何も外れて、結局2種類ギブスを買ったんですけども、両方とも1日もつけてなかったという形で、回復が早いんですよね。なんで回復が早いかっていうと、やっぱり筋肉がしっかりと育っているから、 だだだとと思うんんですよだから骨折もせずに済んだと筋肉がついてるからドカーンと打ちつけた時でもその筋肉がねクッションになってくれて骨に傷がつかなかったっところもありますしこの筋はねバシンと切れたわけなんですよ切れたんですけどもやっぱりこれもねタンパク質で作られてるんでそのタンパク質をね、えー、いつも取ってるとこのなんか治りが早いといいますかねそういうところがあると思いますまあもともと筋トレっていうのは筋肉のその繊維をパチパチっと切ってで回復する力で前回より強くなるっていうのを繰り返す超回復っていうものを利用してますんで、まあお水 水をしっかり飲んでね、えー、休養をしっかりとって休養というのは睡眠ですねそうすると回復がものすごく早いということがあります私ね体が回復するのが分かるぐらいになんか音が聞こえたりとかその繊維がつながってるのがこう感じれるぐらいに今なってるんですよまあそういうイメージも大事なのかなと思いますけどもねはい次動画のことなんですけどもシリーズということはね申し上げましたこれはね再生リストということでもないんですよ全3話とかね123で終わるぐらいのものを作ったりとかあのそのオチをつけてね 企画ものですよねだから前編後編とか前半でなんかこう問題提起して後半で結論を言ってみるとかあそういったことをやると結構ねいろいろ分かることがあるんですよ。 これはだから前半で謎かきをして後半もその答えをやるわけなんですけど後半でその答えをやるわけなんですけども前半の問題提起がものすごく良かったらね再生数が大体イコールになるんですよ前半と後半で第1話第2話第3話がほとんど同じ再生数になったことはその企画が良かったってことなんですよでも第1話はそこそこあったんだけど第2話のね再生数が落ちる第3話はもっと落ちるってことでしたらこれはねあんまりこのいい企画が投げれてなかったなって判断することができるんですよねまあそういういものがも もしできればまあ例えば副業で失敗する3つですとか言ってね前半でやっといてじゃあ何が副業で成功するものなんでしょうかそれは続きは後半をっていうふうにしといて後半では成功しやすい3つのね副業を紹介するみたいな形にしておくとまあ,あのこれがあの何ですかね シリーズというやつですね。企画っていうやつ。短編ですよね。こういうのをやってみたらどうかなと思います。はい。とはいってもですね、やっぱりね、使える時間というのが人間限られてきます。私はね、使える時間をまずは大きく人生になぞらえています。まあ、この前、時計の例を言いましたけども、コアタイムって言って、しっかりと使える時間というのは30代からまあ50代ぐらいなのかな。20年ぐらいなんではないかなと思うんですよ。30, 年あ30代と40代の20年ですね。 でこれなんでそうなるかっていうと30歳になるまではあ多少のブレはありますけどもねやっぱり知識と経験が少ないんですよ。うんやっぱり10歳になるまで10代20代ってのは知識と経験があるつもりでほとんどないんですよね。だかからららややっっぱり30代ぐらいからやっと、 人生ってのは30年ぐらい生きてきた0歳から29歳までのものがやっと使えていくのが30歳ぐらいかなと思うんですよね。それから今度ね50を過ぎていくと体力とそして気力これがね失われていく可能性が非常に高いんですよ。ででもも歳まのの人生をものすごくね 充実して生きていれば多分体力とか気力とかも鍛える時間も持ってたと思いますから50以降もおまあ、体力と気力がね衰えるのを先延ばしできるんじゃないかなという風に考えてるんですよまあ、私本当にそうなのかどうなのか分かりませんよこれは特にね裏付けがあったり論文があったりするわけじゃないんですけどもなんとなく30歳から50歳までのこの20年間というのが最もね あの知識深く経験豊かにそして体力,体力と気力のバランスもよくやっていけるんじゃないかなっていうふうになんとなく感じてるんですよね、まあ、ですんで私もタイムリミットあともうわずかかなと思いますで運よくね健康体で入れましたけどももしかしたらねどっか体壊して、えー、あんまり移動範囲が限られたりとかね経済的に行き詰まって。 えー、経済的な行動範囲が狭まったりとかするかもしれませんのでね油断は禁物でございますはいえー、でねあの YouTube とかいろんな活動する中であの奥さんとか家族とか周りの人が最初はねやっぱりね何やってんのって言ってもしかしたら反対するかもしれないですよ消極的な反対をするかもしれないですよ協力はしてくれないですよねでもそれは何でかっていうとやったけどもすぐやめちゃうっていうふうに見られるからなんですよだから多分多分ですよ やりきっていけば、今度はそういうふうに最初は心配してくれた方も、まあ、どうせこの人やめないからってことで、今度協力側に回ってきたり、興味を持ってくれるんではないかなと思うんですよ。そうなんですよね。それほど徹底的にやるもの、それはどんな面白さがあるんだろうなって、興味を持ってもらえるんですよ。まあ、こういう例があります。私の例ではないんですけども、あるね、夫婦が40代ぐらいで暮らしていました。50代ぐらいで。40代、50代ぐらいで。そしたらね、旦那さんがゴルフを始めるんですよ、急に。 あ,あなたゴルフとかやってそんなにバッグ買ってグラブ買って大丈夫とか言って「ゴルフなんてやったことないでしょ」って言うんですよ。 で、ご主人も、うん、ちょっと付き合いでやらなくちゃいけないんだみたいな感じでやってたんですよ。で、最初はゴルフに行くたんびに、ものすごく奥さんもね、気を使ったりとかね、あのー、してたんですけども、しばらくするとね、1年ぐらいすると、奥さんも、あのー、日曜日になると、旦那さんがゴルフ行くっていう先入観がもうついてまして、で、いろんなことを用意してくれるようになるんですよね。で、最近ね、スコアどうみたいな話も出てくるんですよ。これ何かっていうと、1年ぐらいやってると、まあ、この人は辞めないだろうっていう、今度は先入観に変わってくるんですよ。でも、1ヶ月、二ヶ月だったら、いつ辞めるか分かんないっていう先入観で見ても もらえる見てくるんですよね。まあ、だからこう人の周りの人の気持ちを変えるためには一定の継続が必要なんじゃないかなっていうのと、そこに熱意を込めてやっていくってことが大事なのかなと思います。これがね、あの消極的な反対者が味方に変わる瞬間っていうことかな。 って思うんですよね。やっぱりすぐやめたらねほーら見ろみたいな形になって自分の信頼まで失っちゃいますからねそれでは最後ですよね、あのー、この2ヶ月ね例のやつ要するにお金がどうとかねシステムがどうとか会社がどうとかみたいなんであの確かにね一定の不安要素があったのは、あのー、その挑めないんですよで普通だったらねあついに飛んだんじゃないかとかね久保さん大丈夫ですかとかだから行ったのにとか。 私のお金はどうなるんでしょうかみたいな形で、えー、腹が立ったりね、人のせいにしたりすると思うんですよ。これは普通の人の感覚ですよね。だから分かります。普通の人はそうだろうなと思います。ただ私は普通に逃げないんですよ。いつもね、いや、普通だったらこうでしょうっていう風な言葉が出そうな時に、待てよと。自分は普通でいたいわけじゃないぞと。異常な人間でいたい。異常な人生を送りたいから、こうなってるんだ。今、異常な人生を送ってるんだと思った時に、やっぱ普通に逃げ込まないかなと思います。で、心が折れたりしないかってことなんですけど、全く折れないですね。 あのむしろ状況が悪くなったりピンチだなとかね責められてきたら燃えるんですよ。どうやってここを切り抜けていこうかな面白くなってきたなと思うわけなんですよね。不利であればあるほど私はものすごくね楽しくなってきます。逆に有利であればあるほど本当につまんないんですよ。こういうことは普通の人がやればいいと思っちゃうんですよ。ちょっとねなんか変な表現になりますけどね。で私はだからねモチベーションが 落ちるとか落ちないとかあのやっぱりあると思いますけど私はモチベーション無視なんですよね。モチベーションとかはもうそういうのにとらわれずにあの行動してるんですよね。うん、だから、うん、雨が降ったからやる気がなくなるとかね、うん、怪我をしたからやる気がなくなるとかそんなこと全くないんですよ。そういうなんかダメージを受けたことと自分のやる気があるかないかっていうのは私別問題だというふうにまあ捉えてるというか捉えてもないんですけどもね無意識のうちにそうなってますね。だからどんな状況でもルーチンってのはあるんですよ。ずっとやるんですよね。 まるででどんな時でも呼吸はしてるかのようになんですよどんな時でも自然にビジネスが私の暮らしに入ってきて集客が自然に入ってきてそして提案とかね、えー、ギブが私の暮らしに入ってきてってとこだと思うんですけどねですから私はあのとりわけやる気が出たりとかとりわけやる気が落ちたりってことはあまりなくってほんと感じるままに生きてるって感じですよね今はそうなってますねね最初は、ね、自分のモチベーションをを上げるたためににわわざわざあのお酒を飲みに行ったりとかね。 女の人と付き合ってみたりとかあったんですけどもね、うん、それが全てまた新しいストレスを呼んでるっていうことなんではないかなというふうにぼんやり思うんですよ。まあどうですかねこの辺は私はだからね心が折れるとか腹が立つとか、うん、なんかねモチベーションとかっていうのはねほとんど私の思考には上がってこないですねそういうのは、うんまあ、無,無感覚というか無痛覚というかね だからちょっとこの辺でもね普通の人はこう考えるでしょうっていうものが私はないってことなんですよねきっとはいそんな形でございます答えになったでしょうかそれではまた別の動画でお会いしましょう